新神戸オリエンタルシティ新神戸オリエンタルシティ地図新神戸オリエンタルシティは兵庫県神戸市中央区の新神戸にあるホテルと専門店街と劇場が一体となった複合商業施設地下に神戸市営地下鉄の新神戸駅があり隣接する山陽新幹線新神戸駅とは3階のデッキで結ばれていることから交通の便の良さをセールスポイントの一つにしている 1988年開業。地上37階地下3階建て。次の3商業施設で構成されている。新神戸オリエンタルホテルとして開業。2004年にオリエンタルホテル経営母体の大英がオリエンタルシティの不動産をモルガンスタンレーへ売却したことに伴い、2006年12月14日にモルガンスタンレー系のパノラマホスピタリティが運営主体となり、 クラウンプラザ神戸へ改称した。2009年9月に、タイのシャロエンコーポレーションへ不動産が売却され、同社と a n a アイハグの運営受託契約により、2010年1月20日付で、現名称へ変更した。30階から32階37階の4フロアは、特別階のクラウンプラザクラブフロアである。30階から32階へは、エレベータ内のカードリーダーに、 カード式のルームキーを通さないと入ることはできない。客室内にはパソコン機能付きの液晶テレビなどが設置されている。37階にはスイートルームのほかクラブフロア宿泊客専用のクラブラウンジがあり、クラブフロア宿泊客は無料にて朝食やアフタヌーンティーを楽しむことができる。当初はオリエンタルパークアベニューの地に、後に 新神戸オーパとなり2002年から新神戸オリエンタルアベニューを経て2019年7月4日より現名称入居テナントについては下の店舗欄参照。アイ二ア2.5シアター神戸の入り口オリエンタル劇場時代の入り口、新神戸オリエンタルシティ内の2階にある。劇場内は3階まであり、客席数は668席。開業時は、 新神戸オリエンタル劇場として演劇、ミュージカル、落語、コンサート、映画、舞踊あらゆるジャンルの公演を行っていた。また、一般向けに歌詞館サービスを行い、演劇、コンサート、発表会、企業式典、学校説明会など、その他様々な催し物に対応した。2009年9月より、株式会社共同ファクトリーが運営。二千九年、 若木 F が新神戸オリエンタル劇場芸術監督に就任。就任記念公演、ジョアンナでは脚本、演出を務めた。2010年7月、窓川博ヒが新神戸オリエンタル劇場音楽アドバイザーに就任。劇場で行われる音楽公演の企画プロデュースやプロモーション等に携わる。2018年11月に閉館することが発表され、 2018年12月に閉館した。その後、女性向けアパレルブランドとパズルゲーム雑誌出版を展開する会社、アイアが運営を引き継ぎ、2019年7月4日、2.5次元ミュージカル専用劇場、アイア2.5シアター神戸としてリニューアルオープンした。2018年にて閉館した、アイアシアター東京の後継劇場となる。 アベニュー1階の様子ことの箱神戸は B3 階から3階からなるショッピングセンター。2021年5月24日、現在飲食店等24店舗が営業している。2019年7月4日、新神戸オリエンタルアベニューがことの箱神戸にリニューアルし、医療モールや劇場、土産店などがオープンした。2階吹き抜け当地には1981年まで 神戸市立中央市民病院があった。同病院がポートアイランドに移転した土地を再開発するにあたり、当時大英の社長だった中内が中心となって、神戸の玄関口である新神戸駅前にふさわしい、施設づくりを検討し、というコンセプトで複合施設を建設することとなった。ホテルショッピングモール、劇場を集約し、その中に、 神戸の魅力を凝縮したシティが1986年4月に着工され1988年に完成した。設計、思考は竹中工務店による。地上37階建ては誕生当時関西一の高層建造物であった。これほどの施設を完成させることができたのは、官民一体で事業を進めてきたこと、バブル期であったことに加え、中内伊が、 自らの故郷である神戸に大英グループを繁栄させたいという思い入れがあったことも大きい。この施設を作るにあたり、異人館の地名と同じ神戸市中央区、北野町一丁目を名乗れるようにして、イメージアップにつなげた。当地は、実際には、神戸市中央区、加納町一丁目ににあり、北野町一丁目には、部分的にも所在していない。北野町一丁目の後に番地がついていないのは、 このためである。なお、オリエンタルパークアベニューは、その頭文字を取って、オーパと略され、その略称で親しまれていた。これが、現在のオーパのルーツである。チェーン天群としてのオーパが生まれた後に、オリエンタルパークアベニューも、新神戸オーパとして、オーパのチェーンに組み込まれた。オリエンタルパークアベニュー時代のシンボルマークであった、ウサギは、 チェーン店のオーパーになって、以後は用いられていないが、壁や床の装飾として埋め込まれたものについては、現在もそのままであり、当時を伺うことができる。新神戸オリエンタルアベニューの一角にあったパチンコ店、パンドラ新神戸店阪神、淡路大震災と平成不況は、新神戸オリエンタル式と、親会社である大英に、甚大な打撃を与えた。特に、 オリエンタルパークアベニューが新神戸オーパになって、以後、入居店舗が次々と撤退し、フロアの至るところが改装中とされ、客足も落ち込み、もはや商業施設としては機能しなくなるほどであった。大英グループが運営していた地下3階の転身美食外さえも閉店せざるを得ない状況になった。2002年に新神戸オーパは消滅。跡地は、 新神戸オリエンタルアベニューとして整備された。この間、新神戸オリエンタルホテルや、新神戸オリエンタル劇場については、長期休業することなく、営業が継続されている。大映画、産業再生機構の支援を受けての再建を行うに、あたり、2004年2月に新神戸オリエンタルシティは当時、所有していた株式会社福岡ドームからモルガンスタンレーに売却され、 ついに大英の手から離れた。売却後、施設を運営する法人新神戸オリエンタルホテルが設立され、全面的な改装が行われた。一時期は景気回復も追い風となって商業施設はほぼ埋まり、新神戸オリエンタルシティが作られた当初のコンセプトや雰囲気を全く同じではないものの取り戻しつつあった。2019年9月現在、地下2階。 地下 1>, 1階は、閉鎖、1階は、面積の約6割以上、2階は、約5割、3階は、約3割が空き店舗となっており、1階など一部では、改装工事が行われている。JLL モールマネジメントの努力により一部に、新たなテナントも誘致されているものの、現地に掲示された、フロアマップは古いまま更新されていない。中内伊佐夫による、良い品をどんどん安く。 の石板なお、1階の新興ベルオープウェイ乗り場への通路入り口脇の外壁に、良い品をどんどん安くより豊かな社会をという、中内伊佐の直筆が刻まれた石板が、設置されている。また、アベニューの以下の店舗は、かつてここが、大英グループだった名残である。中内伊佐は、新興戸オリエンタルシティシーさん以前にも、大英発のチェーン店である、三宮店や、 日本初のプランタンを開店していた。当時の設置者自体は株式会社新神戸開発で、この親会社が株式会社福岡ドームであった。新神戸開発は株式会社神戸セントラル開発から新神戸、オリエンタルシティを引き継いだ会社で、この神戸セントラル開発が最初の設置者として建物外周の東側に現存する表示板に記されている。なお、 神戸セントラル開発は1997年に新神戸開発を福岡ドームに売却した後同年に大英ホールディングコーポレーションに改称2002年に生産された。また新神戸開発及び福岡ドームも2005年に生産されている。ANA クラウンプラザホテル神戸に関するカテゴリーありがとうございます。